大帝門限塚古墳は、千葉県三部市松尾町大帝にある古墳。千葉県の史跡に指定されている。本古墳は、前方部を南側に向け公園部を北側に向けた、墳丘町115メートルの前方公園墳である。前方部最大幅53メートル、くびれ幅約47メートル、公園部計60メートルの規模を持ち、墳丘の高さは、前方部約10メートル、公園部は、 約12メートルで前方部と後円部の非行差は2メートルほどある。噴気の周りを縦型にめぐるみへの就航を持ち、就航を含めた規模は全長174メートルで前方部が最大幅104メートル、後円部が最大幅113メートルを測る。出土遺物には花物地立ち、軽刀大刀、刀身、近道性刀ス小片、多数の鉄属、近道性の耳は。 水晶製霧子玉、翡翠製の真が玉、多数のガラス玉、小玉があった。本古墳で注目すべきは、全室、奥室を設けた、複室構造を持ち、奥室の北側北壁に接して、石棺を設けた、特異な横穴式石室である。公園部墳町から南東側に設けられ開口部を南に向けた、埋葬施設の全長は、約9メートル、奥室の奥壁には、 主が塗られていた。大型の古墳にもかかわらず、埴輪を持たず、終末期の前方後円墳とされ、前方部方向が南方向に位置することなども特徴的である。また三重に巡る周行は、例が少なく、現在確認されているのは本古墳を含め八例のみである。他の七例はいずれも5世紀から6世紀の大型古墳であるが、 本古墳は6世紀末から7世紀初頭の築造と、猿大型の古墳が作られなくなった時期でもあり、この時期のものとしては、日本最大である。三部市には、多くの古墳があり、木戸川沿いには、この大帝権現塚古墳を含み2期の、前方後円墳と円墳7期が確認されている、大帝古墳群のほか、前方後円墳4期と、円墳15期のある、株木古墳群や、 塩墳としては、千葉県最大の山室姫塚古墳など17基の塩墳よりなる大塚古墳群があり、島地境を越えた横島光町中帯には、表情豊かな人物埴庭を出土したことで知られる芝山古墳群もある。境川東岸には、4世紀後半頃の道橋4面が出土したことで知られる島小境1号墳を有する島小境古墳群や、 豊富なバグ類を出土したカブト塚古墳を有する、阿蘇神殿古墳群、多数の埴輪を出土したケイソウ塚古墳を有する、新行寺古墳群、この大帝権現塚古墳に続く、最終段階の前方後円墳と考えられる、ゴマシュ、第16号墳を有する、ゴマシュ大古墳群、あるいはその後の仏教寺院であり、武者群を代表する古代寺院と考えられる、新行寺拝寺跡などもある、 また、田川東岸には、4世紀前半頃の、重剣門大和鏡がが発見された、北の遺跡があり、古墳時代終末期の一辺62メートルの、豊墳田の塚古墳や、墳丘町、約90メートルの前方後円墳西の、大古墳など、前方後円墳3期、円墳29期、豊墳3期が存在した板布古墳群もある。ありがとうございます。